はい、こんにちは、ジャーキーです。今日はですね、このマジョレットから売り出されているダッチチャレンジャー SRT Hellcat です。はい、では開けていきます。これね、マジョレットのいいところですね。ここに開ける、ここピュッと押すと開けやすくなってるんですよね。これがいいですね。で、マジョレットが作ってるのは、これカバヤがマジョレットと提携したやつなんですけど、はい、ちょっとポンと開きました。で、いつものようにマジョレットはカバヤの製品なんで、カバヤが売り出してるんで、このガムがついて、で、この写真。はい、で、出てきました。このミニカーですね。これがかっこいいです。本当にかっこいい。これは、やばいですね。今回これ、サスペンションがついてますね。サスペンションがついてるんですけど、ちょっと微妙な、ちょっとセッティングが必要な感じですね、これ。サスペンションがついて、この裏を見ると、ここに線が入ってるんで、これ、サスペンションがついてる証拠なんですけど、サスペンションがついてるのに、後ろのタイヤが、なぜか、ストロークしない。なぜかストロークしないですね。で、前輪もちょっとずれてるような気はしますね、これ。これがでも、SRT Hellcat。マジョレットのいいところはですね、ドアが、ね、開いて、この中の部分、ここがすごいスマートにできてるんですね。はい、こちらトミカのドアなんですけど、トミカのドアを見るとですね、結構内側、ヒンジがでかいのが入ってるんですね。まあ、トミカっていうのが、子供が遊んでも潰れにくいように。で、潰れちゃうと、子供が怪我しちゃうかもしれない。潰れにくいようにするという方針があるようなんで、ドアのヒンジがすごく頑丈にできてます。頑丈にできてるおかげで、すごく大掛かりなものになってますね。あと、ちょっと見たらわかるんですけど、手元にもしトミカがあって、ツードアのクーペタイプのものがあったら、見ていただければわかるんですけど、座席がすごく後ろにあったりするんですね、これ。座席が後ろすぎるだろうっていうぐらい後ろにあったりするんで、まあ、トミカがドア開くやつっていうのは、あとツードアのクーペっていうのは、あんまり僕は好きではないんですけど、まあ、外から見る分にはかっこよかったりするんですけど、まあ、そういう問題があるんですけど、マジョレットはですね、SRT Hellcat なんですけど、ここのヒンジがすごく小さい。まあ、それも、まあ、小さいがゆえに取れてしまう。無理をすると取れちゃうんですけれども、子供の力でも取れてしまう時があるんですけども、でも、こう、スマートに処理されていると、持ってて楽しいですよね。この全部開いた時の、ここで終わりなのかどうなのかっていうのは分かりにくさはやっぱりちょっとマジョレットあるんですけど、トミカだとね、ちょっとトミカにこっちにあるんですけど、トミカだと、ここで開き切ったなっていうのは分かる。で、閉まる時のこのカチッと感がすごくいいですよね。ですけど、このマジョレットの場合は、このヒンジがちょっと小さい分、閉まる時とか開ける時のこの、ソフトな感じがありますね。これ、まあ、高級車といえば高級車になりますけれど。まあ、そういうところはちょっと問題があるかなという気がしますが、総じてこれはかっこいいですね。かっこいい。まあ、かっこいいから買ったっていうのはあるんですけど、タイヤもね、なんか書いてあるんですよ、タイヤが。はい、ちょっとこれよく見るとですね、ヘッドライトがクリアパーツでできます。これは嬉しいですね、これ。担保か、なんか、塗るだけなのか、ちょっとそういう処理じゃなくても、ちゃんとクリアパーツにしてくる。これすごく嬉しいですね。多分、おそらく、マジョレットなんで、このフロントガラスの、クリアパーツがここまで伸びてるんだと思います。ただ、その伸び方がですね、分解したらわかるんですけど、おそらく相当細い。一回分解しちゃうと折れちゃうぐらいのクリアパーツでつなげてるとは思うんですけど、このマジョレットと書かれてるタイヤ、大文字でマジョレットって書かれてます。メイドインタイランド。メイドインタイランドですね。かっこいいな、これは。めちゃくちゃかっこいいです。いいですね。後ろのこのブレーキランプの表現もなかなかリアルでいいですね。これもかっこいいな。
でもやっぱタイヤずれてますよね、これ。ずれてますよね。後ろにちょっと行っちゃってる気がする。これ修正しないといけないのかなとちょっと思ってるんですけど、まあこんな感じですね。はい、それと、これやっぱりサスペンションついてるのにサスペンション動かない。まあマジョレットでね、よくあるパターンっちゃパターンなんですけどね、車高低くしすぎたり、あと内装パーツと、内装のパーツと干渉してしまって、ほとんどバネが動かないっていうのは以前にもあったんですけど、これは情けないですね。前輪はまあかろうじてちょっと動くかなというぐらい。これ何の意味、前輪を動かすためのバネなんですかね、これ。ちょっとまあこの辺はありえない、トミカではありえない。はい、では、カシミヤ外していきます。ですね、このマジョレット、カシミヤがこの後ろにしかないですね。だから多分こっちのフロントグリルの部品で、止めてるんだと思うんですけれども、マジョレットではよくあるパターンですね。合理的な感じがします。あれ、これよく見るとですね、ここカシメのメタルの部分が前方に移動しちゃってますね。これもまあ実はマジョレットではよくあるというか、まあまああるんですけど、メタルの部品とこのシャーシのプラスチックの部品の寸法が合ってないということですね。10年ぐらい、まあ、10年、20年、30年ぐらい経ってたミニカーだと、プラスチックの部分がですね、縮んじゃって、このメタルと、寸法が合ってないっていうのはあるんですけど、でもこれ、買ったばっかりだし、売り出されたのも最近のはずなんで、劣化が起こるとは考えられないんで、多分、寸法間違いをしてるんだろうなと思います、金型の。はい、もしかするとこの前輪が異様、車輪が異様にこう後ろに寄っちゃってるっていうのも、このカシミヤがずれてるのが原因かもしれないですね。マジョレットはカシミヤを一つにするために前か後ろで引っ掛けるところを作って、それで組み立ててるんですけど、組み立てる時にこのメタルのフロントグリルのところにこのプラスチックのラジエーターの部品が入りきらなくて、無理やり押し込んでかしめたらこんなことになるかもしれない。ということはですね、寸法も微妙だったのかもしれないですけど、ここのラジエーターのその部品の寸法がちょっといまいちで入りにくかったのかもしれないです。そのまま無理やり入れてしまった組み立ての組み立てた人のモラルが問われるミニカーということになりますね、これは。で、一応カシメ潰せたんで、これで外れると思うんですけど、ちょっとずれてる分、いけましたね、これでいけました。で、はい、こんな感じですね。はい、サスペンションついてます。いい感じでサスペンションついてる。このシャーシだけ見たらめちゃくちゃかっこいいですけどね。これにシートつけてエンジン乗せたら、もうホットロッドみたいな感じになってかっこいいとは思うんですけど、はい、これシャーシです。ちゃんと サスペンションついてます。で、これが内装部品はね、結構マジョレットってうまくできてるんですよね。このリアル感がとてもいいですね。まあ、シートベルトはないにしても、このなんかあれなんだ、あ、なるほどなるほど、ここシートの この部分、このお尻の部分、お尻が乗るであろう部分がやたら盛り上がってるんですけど、これはですね、裏を見るとここにもこん穴が開いてるんですね。この穴にこのサスペンション用のものが入るんだと思う。だから仕方なしにこの座席を盛り上げざるを得なかった。まあ組み立ててしまえばここまで見えないんで多分大丈夫だと思うんですけど、
これでも運転しようと思ってこんなクッション乗ってたら運転しにくいですよね。そこがまあ面白い、もうこれ別になくてもいいんじゃないかって思っちゃうんですけど、まあまあまあ、はい、ですね。で先ほど言ってたこれ、はい、これなんですけど、フロントのヘッドライトがクリアパーツからグッと伸びてる。ただここが細いんで、これ分解するときに折れる可能性ありますから気をつけましょうということですね。でさっき分からなかったんですけど、このドアの中、このドアの中の部分が結構凝ってますね。まあ本物に似てるのかどうかっていうのは分からないですけど、でもあるとちょっと面白いですよね、こういうところ。マジョレットはね、こうなんか こだわりがあるみたいですね。でですね、ちょっと今気づいたんですけど、なぜかこのドアとボディが重なるところは塗装がない、ぴったり塗装がなくて、でヒンジの部分もボディに隠れるところ塗装がないというね。というわけで分かったんですけど、これドア単体では塗装してなくて、まあ、そりゃそうですよね。これ外から塗るんだ、外からこうやってピーって塗るときに別々の部品で塗っちゃうと色の違いが出ちゃうんで、だから一発で塗ってるようなんですけど、締めた状態で塗ってるみたいですね。ここ締めた状態で内側も塗ってる。でも案外綺麗にこのドアの内側を塗れてるんで、まあうまいなとは思います。まあ、内装の造形を結構こだわってる割に塗装は適当な感じもするんですけど、まあマジョレットの方針なんでしょうね。はい、でこれ見るとですね、後輪の部分なぜ、ストロークしなかったのかっていうのは完全にこの内装にやっぱり干渉しちゃってますね。バネの棒のバネが完全に内装に干渉しちゃってて、こうストロークさせようとすると内装が上がっちゃうんで、サスペンションが効かない構造になってるということですね。でちょっとここよく見ると、はい、ここよく見るとですね、この真ん中のここの部分ちょっと傷があるんで、これ無理やり入れた跡かもしれないです。メタルの部品に組み立てるときに、だここ削ればちょっと入りやすくなるかもしれない。これだけででもあんなに寸法の違いが出るとも思えないんで、これで治るかどうかはわからないですけどね。はい、で今回この棒バネ、また次の、改造に使いたいんで取り外します。はい、貴重な棒バネをゲットしました。この座席にあるクッションみたいな物体を取り除きます。はい、マジョレットっていうのはですね、結構内装がしっかり作り込まれてるといつも思うんですけれども、こう見るとですね、いかにこの車輪と車輪のど真ん中ぐらいに運転席が来てるんですね。普通の車っていうのはいかにエンジンのスペースが大きいかっていうのが分かりますね。こう見ると車ってすごいエンジンに場所を割いてしまってる。車輪と車輪の間に運転席が、ど真ん中に運転席があるんで、それより前っていうのはエンジンの場所なんで、つまりこのエンジンが半分閉めて後ろの狭いところに、運転席と後部座席を、であとまあトランクルームを入れ込んでるという、すごい分かりやすい構造なんですけど、そういうなんかエンジンのために車っていうのは半分
できてるんだなっていうのが分かりますね。で今こう真ん中取り除いて置いたんで、こう運転席がなクッションなくなりました今。ちょっと今この辺削ったりして調整してる、このアンダースポイラーっていうんですかね、これこの下のウイングの出っ張ってるところをちょっと削っていくとなんとなくうまく入るようにはなってきてます。だいぶここがうまく狭くなってきてるんですよ。まだちょっと間空いてるんで、このここ間空いてるんでもうちょっと調整してみます。だいぶだいぶというかもうこれでいいかなと思います。なんかこの、この下のグリルがちょっと入りきってなかったと思われるんで、そこはの周辺を削ってみるとだいぶ入るようになりました。で後ろのカシメもだいぶ前に行っちゃってたんで、後ろの方に するためにここちょっと後ろをヤスリで広げました。でですね、これサスペンション付きなんですけど、この前のこの車軸が通るところにこのなぜかクリアパーツがあるんで、バネがついてるにもかかわらずこのクリアパーツのおかげで車軸が上に行かないようになってるんですね。それは車輪がストロークするわけがないというわけで、この部分をどけないと、まあ、取り除きます。でいつものようにこの車軸が通るところの溝を深くします。はい、こういう感じで下ごしらえ、これ工事現場の看板ですね、いつも。でここバネを入れるスペースを空けるためにちょっと内装のこのシートの下を削っておきます。はい、下ごしらえこんな感じです。でこっちここここがね当たってたんでタイヤに当たるんで、この辺も切ってます。でおなじみのこのテレカとか、これはハイウェイカードなんですけど、 J スルーとか昔使ってた J スルーとかも使えます。定期券でこういうペラペラっとしたやつとか、あとトランプでもプラスチックのトランプでもいけると思うんですけど、これ使います。ね、ちょっと穴を広げます。こうしとくとネジが入りやすい。はい、じゃあ組み立てていきます。
こんな感じでサスペンション効いてます。でここにこのクリアパーツ、ガラス類と分けたこのヘッドライトのクリアパーツを、このヘッドライトのクリアパーツを貼ります。ボディの方にクリアパーツつけます。そしてこの内装パーツもボディ側につけておきます。これで準備完了。そして、今瞬間接着剤、はい、こんな感じで、ちょっとまたマスキングテープを貼り忘れてたんで今から貼ります。ちょっとここもう一回瞬間接着剤つけて、あのかし目がずれてたおかげで、あこの穴が大きくなっちゃってるんですよね。だからちょっと弱いかもしれないんで、瞬間接着剤もう一回外からも流しておきます。なんかフレアって感じですね。でこんな感じ。ちょっとね、あの車高を上げてるんで、サスペンションの動きがよく見えるように車高を上げてます。でこう前から見た時に左右でちゃんと、これもうまあくっつける前に見とかないといけないですけど、左右でちゃんとストローク同じかどうかっていうのを確認。後ろもここ重要なんで、はい、こんな感じで黒く塗ってみました。あんまりね、完璧にしようとすると失敗しちゃうんで、まあ、これぐらいにしておきます。で今回はですね、昨日、いただいたこのホットウィールの、今改造したのはマジョレットの、ダッチチャレンジャーヘルキャットなんですけど、ホットウィールから出てるダッチチャレンジャー、こっちはデーモン、ちょっとまだ調べてないですけど、そういうタイプのがあるんで、これちょっと開けていきたいと思いますね。ありがたいですけど、ちょっとこれ改造するかどうかはまだ考えてないです。改造するとしたらどうしようかなという感じなんですけど、昨日の動画で言ったんですけど、タイヤがね細いんですよ。これタイヤが細い。はい、こんな感じで、ヘルキャットとの違いはボンネットのエアインテークが大きいのが一つあるで、エアアウトレットがないという感じですね。後ろはこんな感じ。こっちがホットウィール、こっちがマジョレット。どっちが本物なの、なんていうか、どっちがどっちとは言いにくいんですけども、両方ともかっこいいですね。両方ともかっこいい。エアインテークの大きさからして、こっちのデーモンの方がかっこいいかなと思う。ちょっととりあえずここフロントグリルが黒くないで黒く塗ってみます。一応こんな感じで
塗ってみました。担保がずれるってことはよくあるんで、まあこれね、よくもしこれをプレゼントした時に、あのこれ今後これを改造してプレゼントした時に、あれ塗装がずれてるじゃないかというのは、あのちょっとすいませんけど申し訳ないですね。担保がずれることはよくあるんで、こんな感じで、まあざっと見はいい感じでできてるんじゃないかな。ライトを銀にしたんですけども、車自体が黄色なんでほとんどわからないですね。はい、これはこれでかっこいい。横から見ると、ただ下から見るとタイヤ細いんであれって思っちゃうんですけど、かっこいいですね。やっぱホットウィールっていうのは形がいい、形がいいです、骨格が。まあマジョレットも今回はなかなかいい感じはするんですけど、これもかっこいいですよね。これかっこいい。ヘルキャット。こちらディモンですね。ああ、これもかっこいいです。かっこいい。後ろのタイヤがでかいんで、速そうですね。まあ、もちろんホットウィールはドアは開かないです。サスペンションもついてない。マジョレットはサスペンションがついてたんですけども、今回。全然サスペンションが効いてなかったね。サスペンション効くようにしたのと、あと、この棒バネをゲットしました。棒バネの代わりに、いつも使ってるこういう、プリペイドカードとか、あの、クオカードとか、テレカとか、まあ、今テレカはあんまないと思うんですけど、J スルーもないですけど、まあそういう、昔使ってたカード。トランプでも大丈夫だと思います。プラスチックのトランプ、紙じゃないプラスチックのトランプだったらいけると思います。で代用して、でサスペンションを効くようにしたのと、あとストロークを大きくしたというものなんですけども、ホットウィールでもかっこいい。ホットウィールなんかか、まあ、アメリカのメーカーなんでアメ車には強いのかな。でも、もともとホットウィールはやっぱこうエッジが効いててかっこいいですよね。マジョレットもいいですけど、ホットイールもいいですね。どこのかプレゼントしていただきありがとうございます。本当嬉しい。このタイミングでくれるとは思わなかったですね。まさかこの車種を。はい、we'll be right back.